人って、なんだろう、その幸せを感じるときって、自分がやりたいことをやれて、そのやってることが社会に貢献できてるっていうのが、もう本当に人が本当に幸せを感じるときだと思うんですけど、人が進めるためにもですね、まあ、避けては通れない道なので、そう進んでいく中で、じゃあ人って何をするべきか、どういうふうに生きていくべきか、どういうスキルと、どういう考えを持って、ですね、これから成長していくべきかということを考えたときに、あとは人のためなんで、もちろん自分のためも含んで、この人っていうのは自分も含んで、なんだっけ、誰かが喜ぶようなこと、誰かがハッピーになるようなことをやれば、それが生き未来なんですね。皆さんの周りにもそんな人いませんか？物忘れが多くなっている人、ここで作ったのがこの沖縄水系住宅というアプリです。小学生だけじゃないんじゃないと思って私の住人に阿部の青年の職業はと聞いたところ、知っている人 10%、 知らない人 0%、 知っている人言ったら間違いですが 90% もいました。このことからここが非常に重要になってきます。なぜかというと、実は日本の学生って割と世界でも通用するかなりハイレベルの、学力を持っているんですけども、これがですね、社会に出た途端勉強することをやめてしまうんですよ。多くの方が一つのことに気づきました。それは完璧な人間なんていないんだということでした。彼らは経歴も実績も人格も素晴らしい方ばかりでした。皆さんは最近失敗しましたか？今思い浮かばなかった人はチャレンジしていない人です。 Today we will announce our service that can be used by any person in the world. Long Bar Organization allows anyone from any country to search for a lesson that they want to see the face of the air of it. Nursing homeHave a lot of problems. For example, how many end staff use the same screen for sign-in? Of theft. Actually, the other day I was something important. It's an automatic on-off function by Bluetooth connection using your smartphone. Cycloc has been designed to meet their demands. Have you ever tried it?成長してみたいと思います。まあ、あとはその表現者ってどっちかというとビフォーアフターみたいなことよく言われるんですけど、どう変わったかとかですね、まあ、自分で自覚している部分ももしかしたらあるかもしれないし、あとは先生とかを帰ってきてもらえるのが親に言われたら親戚に言われる、それをこれからやろうという若い世代がいるわけなので、それはもう僕の経験時代、沖縄の自立ってやっぱハードじゃないと思うんですよね。建物建てるとかではなくても、未来の沖縄を引っ張っていく人材に対してことをやっぱり投資をしていく、人材の投資は劣化せずですね、資産価値は下がることになっている。ありがとうございました。昨日は3時くらいまで起きてたんで、来年もアクションし続けるようにしていきます。気持ちと気持ちが共鳴し合ってみたいな、これからだと思います。はい、どうもありがとうございます。これからまたやっていこうっていう、なんかそのモチベーションが湧いた日になりました。実現性は絶対あるんだと思っていってるので、今日も本当に消化不良で、だからもうまだ全然やる気ですもん。これからどんどん継続は力なりなんで、どん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 そのアイデアをもとに継続して挑戦していきたいなと、挑戦していってほしいなと思ってます。ありがとうございます。はい、続けてればなんとかなるんで、ずっと続けた方がいいと思います。諦めずに。はい、ありがとうございます。すごく強い可能性を感じます。でも可能性っていうのはなんか実現しないと意味がないので、今度は次実現フェーズぜひ入っていただければと思います。ありがとうございました。